見守り音楽堂です。見守り音楽堂ではあなたの LINE に毎日365日音楽療法をお届けするサービスです。一緒に歌ったり体を動かして健やかな習慣を作ってまいりましょう。詳しくは概要欄をご覧ください。それではスタート。おはようございます。おはようございます。見守り音楽堂です。本日も皆様とご一緒に季節の歌、懐かしい歌、そして今日は何の日にちなんだ歌などをご一緒に歌ったり聴いたりして楽しい時間を過ごしてまいりたいと思っております。担当しますのは音楽療法士細川とアシスタント大谷です。よろしくお願いします。それでは、まず最初に本日の日にちの確認をしてまいりましょう。はい、はい、本日は令和4年12月25日日曜日です。12月の25日、はい、皆様もよくご存知と言いますか、もう今日はクリスマス、はいはい、ですね。そして、1926年には、大正天皇が崩御されたことで昭和の元号に変わった日ということで昭和改元の日だそうですね。はい、昭和生まれですか？いえ、平成。あ、平成生まれでしたか。あ、失礼しましたということで、はい、そしてスケートの日となっております。はい、はい、それでは、今日お送りいたします曲をご紹介いたしましょう。はい、はい、本日は雪。はい、雪ですね。雪やコンコン。はい、そして手遊びがありましてじゃない、ごめんなさい、今日は朗読の日です。はい、朗読と、はい、清しこの夜をお届けいたします。はい、それでは1曲目の雪、はい、ご紹介お願いいたします。はい、はい、雪、こちらは文部省唱歌で、作詞は向笠さんさん、うん、作曲は不詳です。はい、はい、1911年明治44年に尋常小学唱歌2に発表されました。はい、はい、雪やコンコというコンコの部分は、はい、コイコイ、コムコムの説が有力です。はい、はい、雪をもっとふれふれという意味ですね。はい、はい、子供がね、はい、子供たちが雪をもっと降って降ってっていう風に歌ったという意味の歌詞だとされているのが有力だそうです。はい、はい、それでは皆様ご一緒に、歌ったり聴いたり、楽しんでいただけたらと思います。それでは参りましょう。ミュージックスタート。皆さん、こんにちは。朗読講師の結城美音です。今からご一緒に素敵な日本語を声に出して読んでみましょう。今日の読み物は、百人一首の和歌、寂蓮法師が読んだ歌です。この歌に出てくる村雨とは、秋から冬にかけて降るにわか雨のことです。この歌には雨のしずくが乾かないで残っている木々の葉に、夕暮れにもなると霧が立ち上っていく様子が描かれていて、もうすぐ訪れる
冬の気配を感じる歌です。はじめに私が読んでみます。その後ご一緒に声に出して読んでみましょう。村雨の梅雨もまだひぬ牧の葉に霧立ち昇る秋の夕暮れ。それでは画面の文字を見ながらご一緒に読んでみましょう。村雨の梅雨もまだひぬ牧の葉に霧立ち昇る秋の夕暮れ。声に出して読むと心も体も元気になります。またご一緒に読んでみましょう。はい、皆様本日の朗読いかがでしたでしょうか。いかがでしたか。それでは、3曲目、説明させていただきます。はい、お願いします。はい、本日最後の曲は清しこの夜です。はい、はい、こちら有名なクリスマスキャロルの一つです ね、 ですね。はい、原詩はヨゼフ・モールさんによってドイツ語で書かれたもので、はい、フランツ・クサーバー・グルーバーさんによって作曲されました。はい、2011年にはオーストリア無形文化遺産に登録されています。はい、素晴らしい。はい、日本語の作詞は結城光さんという日本の牧師さんが担当されまして、この方とても有名な方なんですよね。はい、はい、生涯に100曲以上の賛美歌を作曲された方ということになってます。はい、はい、大変皆さんの、ね、あのクリスマス曲としてはもう本当に一番ポピュラーかなと思われる曲です。はい、それでは、はい、聞いてまいりましょう。ミュージックスタート。
皆様本日の2曲そして朗読いかがでしたでしょうか。いかがでしたか。それでは、今日の曲を振り返ってまいりましょう。はい、本日は雪、そして朗読の後にはきよしこの夜をお届けいたしました。はい、お楽しみいただけましたでしょうか。そして明日お送りします曲ですが、はい、明日は、はい、12月26日日曜日ですね、はい、すみません、1曲目がバラ色の人生、はい、そしていい湯棚を予定しております。はい、26日は風呂の日ということもありますので、はい、いい湯棚となっております。はい、それでは本日も皆様良い一日をお過ごしくださいますように、また明日お会いいたしましょう。ごきげんよう。